どうも、はい、中本と申します。今日はですね、まあ、最近、今年入ってから今もう3月になったと思うんですけれども、累計100万円以上洋服を買ってまいりました。はい、で今年入って、まあ、自分の店以外の購入品で何を買ったかっていうのをご紹介するとともに、まあ、結構もう着てきたものが多いので、その着用感だったりとか、実際本当にいいのか悪いのかみたいなところも含め全部ねレビューしていければと思っております。はい、でね、もう最近僕ね、もうめちゃめちゃダイエットしてるんですよ。はい、まあ、もうこれ痩せようかというところで今ねトレーニング通って食事も制限してめちゃめちゃダイエットしてて、今3日目なんですけど、もうすでに3キロ痩せたということで、はい、ちょっとね変わったんじゃないですか実際。うん、変わんないかな、映る身としてはね。はい、こうやってやっていきたいんであれば、まあある程度のねだらしない体験になっちゃいけないなというところで痩せていこうと思っております。なんで今筋肉痛でめちゃめちゃ体が痛いんですけど、紹介していこうと思います。はい、今回は結構買ってきたんですよ。後ろにかかってる4着、まああれがアウター類ですね。この4着がアウター類になっていて、で今ねちょっと映ってないと思うんですけど、テーブルに結構ドドドドって置いてあって買ったものが、今回ね一番買ったアイテムがね、幼児山本さんなんですよ。久しぶりに幼児山本さんいっぱい買ったなっていうところで、最近買ったものもあるんですよ。動画でご紹介しない最近買ったものもあるので、まあそこに関してはちょっとこれいいよねみたいな感じでしか話せないんですけれども、まあ、この辺は結構来たので、はい、来た結果どうだったかというところも含めちゃんとね話していこうと思います。堺アクロニウムさんの、まあ、ロングコートですかね。はい、ロングコート、ドッキングロングコートを買わせていただきました。ありがとうございます。33万円ぐらいかな。これが今月というか今年入って2番目に高い買い物ですね。あ、今回は福袋だったりとか正月セールで買ったものは含めてないです。だからジルサンダのダウンとかは含めてないです。あ、でもそれで言うとジルサンダのダウンはめちゃめちゃいいです。めっちゃ着てます。はい、まあ、今年買った中で、まあ、正直これが一番買ってなんかこう思い出に残りそうというか楽しかったなというアイテムですかね。詳しくレビューした動画はこちら見ていただきたいんです。こちら見ていただきたいんですけれども、すごい解説してるのでそこで見ていただきたいんですけれども、まあ、簡単に言うと堺さんっていう有名なブランドとアクロニウムさんというすごい有名なブランド、どっちも僕大好きなんですけれども、そのブランドのコラボのアイテムのコートとなっております。テクニカルなアイテムとなっておりますが、まあ、アクロニウム感がすごいバチコリ詰められているんですけれども、まあ、堺さんのそのテーラードとドッキングするところだったりね、この襟部分だったりとか、この袖部分がねテーラードの袖になっていたりとか、まあテーラードだけではないんですけれどもね、まあそういう風にちょっとドッキングしたりとか、まあ、ゴアテックスのような撥水するナイロンの素材を使ったりしていて、かなりねあのスリングとかエスケープジップ使われてたりとか、フォースロック使われてたりとか、いろんなそういうなんかアクロニウムのギミックが詰め込まれている素晴らしいアイテムです。ちょっともう着ちゃいましょうか。アウターあるよね。こんな感じですね。はい、よいしょ。いかがでしょうか。本当にこれ買ってみて着てみてどうかっていうところに関しては、あのすごいかっこいいし、実際に着れるか着れないかっていうポイントが、こういうアクロニウムさんだったりとか、なんていうんだろうな、派手な服の大事なところだと思うんですよ。なんかその現実味があるかどうか、いや、それコレクションでしか着なくないみたいな服って、僕もちょっとまあ欲しいけどなんか本当に飾るだけになっちゃうなっていう洋服で、その何十万の服を買うかって言われたらちょっと悩んじゃうので、やっぱり。まあ着れる方がいいじゃないですか、どう考えても。まあそれで言うとこれは実際にマジで全然着れるから、めちゃめちゃいいなと思いました。しかもこれからやっぱだんだん着ていけるので、もう最近暖かくなってきたじゃないですか。だんだん暖かくなってきて、まあ、その気候にちょうど合っているような洋服なんじゃないかなって感じがしております。めちゃめちゃいいです、これは。うん。超かっこいいと思いました。で、本当買ってきてみてめちゃめちゃ着やすいし、動きやすいですし、機能性もいいから、あの本当におすすめって感じですね、これは。なんか、もし今からでも堺アクロニウム中古とかで、欲しいな、でもどれがいいのかな、本当に中昔されていいのかなと思ってる方とか、もしいらっしゃったら、これマジで間違いないとは思いますので、うん、ボンバーとかもね、シェルとかもいいと思うんですけれども、はい、僕は個人的にどれか1着買えてあったらこれをおすすめしますっていうぐらいすごい良かったなって思いました。あの買って損はしないと思います。はい、ぜひぜひ気になってる方は検討してみてください。はい、あと結構フレアです。次はフィルソンさんの、ダブルマッキーのクルーザーですね。はい、こちら買わせていただきました。ありがとうございます。これさ、あの買ってちょっと思ったんですけど、あのインスタグラムに載せた時にサイズ何これ着てますかみたいな風に聞いていただいて、見てみたところ54って書いてあるんですよね。54って僕見たことなかったんですよ。で、正直着た時、着る時はすっごい大きいな、あ、結構でかいでかいみたいな感じで着てただけだったので、それで、あ、いいじゃん、これやっぱり気分に合うから買おうって感じで買っただけなんで、サイズ見てなかったんですよ。帰って聞かれて初めてサイズ見て、54って思って、いや、多分なんですけど、マジでこのフィルソンのダブルマッキーのクルーザーって44とかでも結構大きいんですよ、僕の経験上ね。でもよく見たら何回見ても目こすって何回見ても54なんですよ。あれって思ってる。44が結構でかいと思ってる人間が46、48、50、52、54ですよ。5サイズアップしてるんですよ。いや、そんなことあるって思ってるんで、ちょっとこれは知ってる方いたら情報を教えてください。本当に。
僕はちょっとここは分かんないですね。こんな感じです。着てみると。まあでも結構でかいっすよね、正直ね。この中のこのシャツ、このウールのシャツなんですけども、結構でかいんですよ。肩もしっかりガッチリしていて、厚手なんで。これデザインに関してはやっぱりね、めちゃめちゃ気分に合っていて、本当にすごい欲しいなって思うようなアイテムですね。僕はめちゃめちゃ今気に入ってます、これ。うん。まあこのウールでね、かなり大きくて、まあダウンがない時のというか、まあ本当にその昔ね、なんか防寒着として作られたような、雪山でも耐えれるような防寒着として作られたような洋服なので、本当に一番上に着るアウターにはなるので、まあ正直こっから着ていくかって言われたら何とも言えないんですけれども、まあ本当に買ってからはずっと結構着ましたね。うん、買ってからは気分に合っていてすごい着ました。古いものなので、あの昔作られたものなのでそんな軽量化にどうこうっていうのはないんですけれども、あのやっぱりちょっと肩とか長い間着てたら凝ってくるかなって感じは若干します。ただその分めちゃめちゃあったかいので、まあ、来年に向けてねちょっとアウターそういうチェックのやつ欲しいなと思った方とかは気にしてみてもいいかもしれないです。これが一番高かったやつですね。プラダさんの、はい、オーバーサイズのボンバージャケットでございます。 21AW を象徴するアイテムといっても過言じゃないようなアイテムを今回ね買わせていただきました。これが50万ぐらいだったので、もうここまでの紹介で80ちょいって感じなんで、金額に関してはここら辺で結構大きく占めているようなものになっております。個人的にやっぱりこうラフシモンズが好きっていうところもあったりしていて、やっぱプラダさんって最近ロゴのアイテムとかも多かったりするんですけれども、服好きじゃない方もいいなって思えるようなアイテムだと思うし、僕もすごいいいなと思ったというか、まあ僕みたいにアホみたいに服買ってるやつでもいいなと思えるようなアイテムでした。さっき言ったこの今厚手のシャツの上にがっつり着れるぐらいめちゃめちゃでかいですからね。まあ、僕はなんか結構もう ずんぐりした異形のシルエットで合わせたいなと思ったりしたんですけれども、はい。これめちゃめちゃ気に入ってましたね。この襟元含め裏地含めやっぱりかっこいいなってすごい思いましたし、なんかこれは本当に買ってよかったとしか思わなかったアイテムです。うん。50万円の価値があるかどうかって言われたら、それは人それぞれだと思います、本当に。うん。まあ、なんかその思い出補正っていうわけじゃないですけれども、自分の好きなデザイナーさんとそういうなんかコレクションのコラボのアイテムで、そういうところに熱いって感じれたりとかするような、なんていうものじゃないところにお金を突っ込めるような、はい。実際この素材でこれぐらいだったらこれぐらいで買えるっしょ、いや、それ高すぎっしょっていう人にはそんな向いてないかなっていう感じなんですけれども、強いて言うんであれば、めちゃめちゃやっぱあったかくはないかなって感じしました。プラダのリナイロン使っててっていう感じになってると、中綿も入ってるんですけれども、やっぱりちょっとね、防寒性っていうのだとちょっと欠けてるというか、そこまで防寒性に特化したアイテムではなくて、で、この裏地もね、しっかり、ウールでつけたよってなっても、まあ、そこまで、せっかくその50万円とか出すんだったら、そこもちゃんとやってよと思う方もいらっしゃるかもしれないので、そうね、せっかく買った人でね、これ中も寒いじゃんだったらあれだなと思って、今ちょっと言っときました。重さに関してはそんな重くないです。うん。ちょっと重いかな。それぐらいです。はい。詳しくはね、これもね、1本でしようかな。これも1本で紹介してるんで、こちらを見ていただけたらと思います。はい。こちらがカナダ軍のエクストリームボールドウェザーということで、ECW って言われたりするんですけども、フィギュアさんで買わせていただいたようなアイテムとなっております。2回ぐらい来ました、買ってから。はい。2回ぐらい来たんですが、まあ、ミリタリー大好きな人で、ほんと今日はもうガチガチミリタリーの格好やっていう人には、すごくちょうどいいんじゃないかなっていう感じですかね。これ実はライナーがついていて、これね、ボタンを外していくと、取るとね、ライナーが出てくるんですよ、こんな風に。このライナーだけで、なんか古着とかだったら着やすいというか、上はね、この上だともう着れないと思います。やっぱりそんなめちゃめちゃサイズが大きいとかじゃないので、着れたわ。うん。これね、結構やっぱかっこよかったですね。これってサンプリングされてるモデルなんですよ。デザイナーズブランドとかで。結構サンプリングっていうのはお手本にして、参考にして、この古着の群毛とかのこれを参考にして、この服作りましたみたいなことをサンプリングって言ったりするんですけど、まあそれとかでよく使われてるような、本当にね、多分よく見ていただくと、あ、なんか見たことある感じがするな、このディテールみたいなところが多いと思います。はい。まあでも普通にかっこいいですよ、やっぱり群毛として。なんかアメリカ軍がやっぱりすごい強いじゃないですか。で、僕は結構イギリス軍がすごい好きで、ブリティッシュアーミーっていうところですごいね、昔動画撮ったりとか、結構買ったりとかしていたと思うんですけれども、今でもね、ちょこちょこブリティッシュアーミーをやっぱり買ったりしたいなと思ったりするアイテムなんですけれども、やっぱカナダ軍、あとオランダ軍、この2つの群毛は結構かっこいいので、ぜひ気になる方はね、調べてみてください。実際着てみてなんですけれども、僕実際ライナー外して毎回着てたんですよ。っていうのも、まあライナーが必要なぐらいの今、なんていうんだろうな、寒さあったかさじゃないなっていうのと、まあニットとかね、そういう、例えばこういうウールのもの着た上でこれ着たいなと思うことが多かったので、ちょっと分厚くなるだけなんで外したりすることが多かったんですけれども、まあそれで言うと、まあ本当春が本番だなって感じなので、いろんな合わせ方してもいいんじゃないかなっていう、まあスラックスだとちょっと物を選ぶかもしれないんですけども、群毛のスラックスとかでもいいと思いますし、まあデニムとかは結構合わせやすいですよね。ちょっと軍パンになっちゃうと、これ軍人になっちゃうんですけど。はい。よかったらこちらもね、気になる方見てみてください。で、アウター以外のアイテムになるんですけれどもね、結構あって、ちょっとガンガンご紹介していきます。まあ順番で言うとこれかな。
ジョン・モーレイさんのニット、はい、ケーブルのニットですね、はい、厚手のニットになります。これは結構着てました、うん、実際着てあったかいし着やすいしサイズ感もいいし色味も今の気分だったのでちょっとこうね濃い緑みたいな、はい、発色のいい緑ではない緑、はい、深緑みたいな、はい、まあ、このジョン・モレイさんって結構ニットメーカーとしてはすごい有名な、まあ、昔から老舗のようなあのブランドさんというかメーカーさんなので、だから新しい服って作るのって難しいなってなんかこれ見た時に思いました。だってもう結構ね前にこんな素晴らしいニットができてて、じゃあ新しいものを作るのってアパレルってめっちゃ難くね今ってすごい思いましたね。なんかぜひ気になる方いたらジョン・モレイさんのニットは素晴らしいと思うんでぜひ見てみてください。あ、やばい、黒で黒紹介してる、やばいやばいやばい、黒で黒紹介してる。こちらがね、フミトガンリュウさんのオーバーサイズ、めちゃめちゃオーバーサイズフーディーとフミトガンリュウさんのクルトパンツとなっております。このクルトパンツはね、本当にシルエットがすっごい綺麗なパンツでした。履いてみると、着画とかね、こちらとか見ていただきたいんですけども、めちゃめちゃ綺麗ですっごい良かったので、うん、これは本当めっちゃ履きました、イージーパンツで。全然セットアップじゃなくてもこれだけで履くってことはめっちゃ多かったです、はい、素材感もね、すごいもちもちしていて、うん、本当に履きやすいし気持ちいいんで、ぜひぜひこれをいっぱい履いていきたいなというパンツです。上なんですけれども、フーディー、いや実際買った時もすげえいいなと思ったし、まあ、買ってからも何回も着た時にめっちゃいいなと思ったんですけれども、一つやっぱり問題点があって、めちゃめちゃ大きすぎるんですよ。この上にこれ着てる動画が1個前に上がってると思うんですよ。あの龍太郎さんと大観は巡りみたいな時って、これの上にこれ着てるんですけども、もうめちゃめちゃでかいんですよ僕の持ってるアウターの中だと、この上に、まあ、フーディーってこの上に何か着たいなと思う時多いじゃないですか。でこの上に着れるものが僕の持ってる服だったらこれしかなかったんですよね。そんなに大きいものが、でそれぐらいめちゃめちゃでかいんですよ。これは本当に身幅とかで言うと、身幅で言うと何センチかな、ちょっと計算しようか。ちなみに僕は測るとき結構このペンコさんっていうところのメジャー使ってます。80とかあるんじゃないかな、ないか、さすがにないか、さすがにないか、全然あるわ。平置きで87とかあるんですよ。平置きで87とかあるんで、まあ、結構でかいですよね。なかなか87のパーカーフーディーっていうのは、まあ、なかなか聞かないんで、もう正直もうアウターとしてしか、まあ、着ないでねってことなんだろうなって買った後にやっぱ結構思ったなっていうアイテムですね。うん、まあ、買う前から気づけよって感じなんですけれども、これ SS なんで、まあ、この上に何か着るっていうんじゃなくて、これから、まあ、なんか下にね長いシャツ着たりとか、まあ、そういうのでレイヤードしたりして楽しんでねっていうアイテムとしてはめっちゃいいんだなって思ったんですけれども、なんか SS ガンガン着ていきたいなって思えるアイテムでした。はい、すごいデザインとかもかっこよくてよかったです。ガーエスパドスさんの、はい、ショルダーバッグです。これ多分買ったこと自体紹介するのが初めてかもしれないですね。これは未公開だと思います。これねめっちゃいいっすよ。これめっちゃいい。これまずすげえなんかファッションのアイテムなんですよね。カバンってなかなかファッションだなーって思うアイテムって僕はなかなか見ないんですよ。いや、あるんですけど、いっぱい世の中にいっぱいあるんですけれども、なかなか、まあ、なんか心からうわーって惹かれるものってなくて、ただこれはねいいなと思いましたね。まあ、こういう風に肩掛けでもいけますし、こういう風にショルダーみたいな感じで斜め掛けでもいけるようなアイテムとなっております。はい、めちゃめちゃいいですよ。これすごいかっこいい、本当に。うん、意外と格好選ばないんですよね。まあもちろんアクロニウムみたいな格好にこれしょったら似合うかって言われたら難しいかもしれないんですけれども、今みたいにねこういうフィルソさんのとかダブルマッキーのたわしたりとか群物、うん、どうかな。まあでもなんかこういうすごいシンプルな格好とかにこうアクセントとして合わせるだけで、なんか本当にファッションとして使えるカバンだなと思って、すごいいいなと思いました。中の機能っていうのはそんなにないので、まあ、めちゃめちゃバカ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 突っ込むと、まあ、取り出しにくいみたいな感じになっちゃうんですけれども、死ぬほど入ります。超でかいんでね、はい、タグもついてますけどまだ、うん、L って書いてありますね。めちゃめちゃ服もいいんですよ、うん、服もすっごいいい服が多いので、まあっていうか服がメインなんですけど、いわゆるアルチザンみたいな感じの服が多いブランドさんで、しかもめちゃめちゃ若い方がやられてるんですよね。すごいなと思ったような、うん、学生時代からすごくて、皆さん気になる方はね行ってみてください。あとはこれとかかな、これとかも最近ご紹介しましたね、ナイキアクロニウムさんの、はい、こちらですね、ブレザーローです。はい、これはですね、あとねトラブルがありまして、もう一足の方のこのかかとのこのねヒールなかなか取れないっていうことになってしまって、まだ履けてないです、すいません、はい、なんでちょっと分かんないんですけれども、まあ、ちょっと一回そのバカバキというか、この色違いでね、このヒールの部分が色違いで履いてコンビニとか行った時は、まあ、本当に普通にブレザーローだなって感じでした。なんかここにかかとについてるから結構気になるんじゃないかってなったんですけど、僕は正直そんな気にならなかったです。ヨウジさんのニットになります。はい、ヨウジさんのニットですね。はい、こちら買わせていただきました。結構オーバーサイズのニットで、タグとかも丸文字のタグで、めちゃめちゃ昔のアイテムなんじゃないかなっていうヨウジさんですね。すごいウールのニット欲しいなっていうところで買わせてもらったアイテムですね。うん、一着で似たような白いニット持ってるんですけれども、これヨウジさんで白でこういうニットってめっちゃいいなと思って、はい、今回買わせてもらいました。はい、これは9000円ぐらいかな、なんかお安かったです。でね、マルジラのアーティナルのドッキングカットソー、ニットと T シャツのカットソーになります。はい、ニットとカットソーがね、ここがニットなんですよ。ここがニットになっていて、ここがボディがカットソー、
になってます。アルジェラ一挙紹介とかの時に、あれなんか持ってなかったって思う方いらっしゃると思うんですよ。はい、大正解です。はい、これ持ってました。全く同じカラーの全く同じもの持ってたんですけれども、友達に貸したら帰ってこなかったんで、はい、まあまあまあいいんですけどね。まあいいっていうか、まあはい、まあ、ちょっと僕からこの返せよっていうの僕であんまり言えないタイプなんで、知り合いの古着屋さんがね、結構安く譲ってあげるよみたいな感じで言っていただけたので、まあ、じゃあ帰ってくるか分かんないしいいかというところで買わせていただきました。アルジェラさんのね、スターバングルですかね。はい、ブレスレットバングル、うん、バングルか。これね、ここにね、見えます？刺繍なんですよ。面白いですよね。裏から見ると分かりやすいです。ほら、刺繍してるでしょ。一応ここにね、ここあのカレンダータグじゃないけどあるよって感じですね。11番に丸がついてます。いびつなんですよね、こうやって見るとすごい形が、ほら、なんかボコってしてるでしょ？すごい変わった形なんですよ。これは1万円ぐらいで買わせていただきましたね。なんか僕正直これはマジで見たことなかったマルジェラだったんで、こんなのあるの？っていう気持ちで買っちゃいましたね。まああとここのやっぱ刺繍ですよね。ここ刺繍にするって、あ、マルジェラだってしっかり思えるような余裕もあったので、いいなと思って買わせてもらいました。結構前じゃないかな。夏場に T1 とかの時にこれつけても面白いかな、ちょっと思いました。T シャツ1枚で、なんか明日ね、ショーツかスラックスか知らないけど、なんかアクセサリー結構夏は僕結構つけるので、まあ冬もつけるんですけど、そういう時にここについてたらなんか面白いなって、存在感あっていいなって思ったアイテムですね。これはちょっと僕調べても何も出なかったんで、知ってる方いたら逆に教えてほしいなっていうアイテムですね。こちら、幼児山本さんのプリントカットソーですね。これはね、見た時にちょっとね、デザイン的に欲しいなって思ったアイテムなんですよね。もうもちろん一回見たことあったんですけれども、デザイナー本人が、山本洋次さんが、こうね、あとね、愛犬のワンちゃんが一緒に写っているようなプリント T シャツというか。これは本当ね、めっちゃ安かったんですよ。3000円、4000円ぐらいで売ってたので、これ記念に僕欲しいなと思ったアイテムだったので、なんかで使えたらいいなと思うようなアイテムですね。洋次さんに珍しく、これね、サイズがすっごいちっちゃいんですよ。なんかね、こう、家でゆったりするときに着たりしたいなっていうようなアイテムですね。ラストも洋次さんです。こちらですね。洋次さんの、まあ、本当にめちゃめちゃドシンプルカットソーになります。やっぱりインナーとして使いやすいアイテムだなって感じです。これでサイズ4で、肩幅が46とか7とか8とか48ぐらいか。はい、なので、まあ、ちょっとゆったり着れる感じですね。まあ、気持ち程度にここにね、裾部分に、まあ、サイドタグっていうのかな、なんていうのかあるですけど、洋次山本って、これ裾部分なんですけれども、書いてあります。全体で言うとこの部分です。はい。なんでね、かなり小さいので、まあ、本当にシンプルなカットソーなんか欲しいなっていうので、なんかちょっとテンション上がって言わせてもらったんですけども、その中の一着となっております。はい、まあなんかいろいろ着ていきたいと思います。まあ普通に着やすかったです。はい、よかったでしょうか。でもね、10点ちょいかな、ご紹介させてもらいました。合計で100万円以上はいってますね。やっぱこの他にだったら福袋も買ったし、今年の話で言うと、まああとね、あのセールで買ったものもあるし、自分の店で買ったものもあるしってなると、結構アホと買ってるので、でもやっぱり僕はね、なんかこんな福バカがやっぱり世の中というか日本に一人くらいはいないと、はい、こういう発信をねする人がいないと、なんかこうね、ちょっとでも盛り上がればいいなと思ってるので、ぜひねこれ見てね、なんかちょっとでも服欲しいなとか思ったりした方とかね、いらっしゃいましたら、ぜひいっぱい服買ってください。よろしくお願いします。はい、アパレル業界のねデザイナーズのところをちょっとでも盛り上げてください。はい、よろしくお願いします。はい、こんな感じですかね。僕はいつもファッション系の動画を上げております。もしいいなと思った方はチャンネル登録と高評価を、何卒何卒よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼します。頑張って痩せます。